いので寒い話をしたいと思います。あのですね、新宿からこの都庁に歩いてくる途中に、なんか目玉の横を取ってくると、今日工事してたと思うんですけれども、工事中でですね、とっても見にくかった野宿者を排除するモニュメント、 あれが取っ払われているようです。どうも僕はもう今日初めて知ったんですけども、今工事で、また新たなモニュメントを作るか知りませんが、非常に、一部取っ払われたのを見ました。こういうことは非常にいいことですね。多分今の、あれは石原が作ったんですね。なので猪瀬都政であれを取っ払おうと、オリンピックも来るしということなんでしょう。あんなものをですね、世界中の人が見たら怒りますよ、はっきり言って。人道的にどうなんだという話になるものだったんです。だから、あれはもし取っ払われればですよ、非常にいいことだなと思います。要するに今回舛添が都知事になったわけですけども、この東京都には細かいところにもいろいろ問題があるわけですよね。今日もう話が出たかもしれませんが、この選挙期間中に自分なんかも非常に問題視してた築地市場のですね、豊洲移転の問題、それから先ほども出てましたけれども、新銀行東京ですか、問題がいろいろあります。他にもですね、先ほどのモニュメントのような細かい問題が山積みなわけですよ。それを東京都の知事というのは、いわゆる最終意思決定権者なわけでしょ。議会はありますよ、都議会というものが。そこで揉まれたものを最終的に決定するのは彼の仕事ですよ、ね、都知事だからだと言って偉くもなんともないわけです。皆さんここを再確認しましょう。都政の意思を決定するという職務を遂行する、そういう機能の人なんですよ。それは我々が日頃いろんな仕事をしています。そういう職務と全く同じなんです。水平です。だから彼をですね、都知事だからと言って殿様のように崇め奉るのはやめましょう。そんな時代じゃないんです。我々は封建時代に生きているわけではありません。現代の民主主義の中に生きているんです。なので市民が今何をやらなきゃいけないのか、この都議会、それから都知事が自分たちの考えている社会、自分たちの考えている政策と違うことをするようなもんであれば、こうやってここに来てそれは違うだろうと声を上げること、これじゃないですか。
ー